藤原隆氏は、日本の弁護士、政治家。元内閣府大臣政務官兼、復興大臣政務官、衆議院議員。岩手県和賀郡西和賀町に生まれる。岩手県立黒沢市立高等学校を卒業後、静岡大学に進学し、人文学部の法学科にて学んだ。二千六年三月に静岡大学を卒業すると、明治学院大学の大学院に進学し、 法務職研究科の専門職学位課程にて学んだ。2009年3月、同課程を終了した。翌年12月、新大63期司法修習生終了。2011年1月より、須田法律事務所に勤務し、同年8月に丸山国際法律事務所へ転じた。弁護士としては、一般民事や家事、刑事事件を担当した。また、同月より、 参議院議員である丸山和也の下で公設第一秘書を務めた。政治家秘書としては主として参議院議員会館での職務を担当していた。衆議院議員総選挙に立候補するため2012年3月に同事務所を退職。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に岩手4区から自由民主党公認で出馬した。 民主党代表などを歴任した日本未来の党の小沢一郎に敗れたが、比例東北ブロックで復活し初当選を果たした。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に岩手4区から出馬し、再び小沢に敗れたが、比例代表東北ブロック党内2番目の赤配率で再選。同年12月20日に中央選挙管理会より、 当選証書が交付された。2017年10月22日第48回衆議院議員総選挙において、選挙区において3度小沢に敗れたが、前回同様比例東北部ロックにて3度目の復活当選を果たした。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官に就任。 同年11月24日、自由民主党岩手県連会長に就任。ありがとうございます。